どうする。元おもちゃたちがこの工場を攻めてきてやがる。何、扉の鍵でもねえ限り誰もここへは入りやしねえさ。若様にとってこの工場は命。ここは天井が落ちてきても傷一つつかねえ回廊石製。そして何よりフ今はあの最高幹部二人が守ってくれてる。この工場は鉄壁の中の鉄壁だ。